どうも、谷村さんです。マジでいいものレビューのお時間でございます。ね。えー、今日はですね、GoPro でやってますよ。GoPro でね。ね、ほら。えー、GoPro、ほらっつってもあれですけどね。GoPro でちょっとね、えー、いいものレビューということで。えっ、ー、と、今回ですね、いいものレビューはね、こちらでございます。はい。えー、グリーンハウスさんから出てます、えー、HDMI セレクターでございます。ね。はい。このセレクターでございますけども、こちなぜ、ね、これをやるんだかというとね、結構いろいろ、 えー、セレクターで出てるんですよね。まあ、ただ、線をつないで、えー、こうやるっていうだけじゃなくてですね、今回のこちらでリモコンがついてるということで、えー、非常にね、えー、便利そうなんで、ゲットしました。まあ、セレクターなんで分けるかっていうとですね、僕、あのこの最近テレビがないんですよ、ここね。はい、こちら見ていただくと。ここねはい、テレビがないんです、ね。だからこのプロジェクターをですね、テレビ代わりにして、えー、今やってるんですけども、 あのー、だからね、ちょっと、この HDMI の口がですね、一個しかないんですよ。そうなるとね、わざわざこうテレビ、うちケーブルテレビを引いてるんですけどもね、あのー、ケーブルテレビを、の HDMI 挿して、プロジェクターで見たりするんですが、それぞれまたね、差し替えて、今度ゲームやる時もまた差し替えてっていうね、結構めんどくさいんですよ。だから、今回はこちらのね、えー、セレクターの方を買いました。ね。これ3つあって、なおかつリモコンも付いてると。 いうことで非常によさそうだったので、えー、こちらをゲットしてまいりましたではですねこちらを、えー、開けていきましょうかね、えー、では開けていきたいと思いますはいはい、えー、ではこちらの方を開けていきたいと思いますねいろいろね 3D 対応とかは、えー、ゲームですねゲーム動作も OK となっていますでは開けていきましょうはい さあ、こんな感じになってるのかな。よいしょ。じゃん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 じゃーんと。あああはい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 。まあね。えー、まあ、本体、箱はこんな感じですね。はい。えー、本体はこんな感じですけれども。えー、説明書ついてますね。説明書、ねえー保証。説明書ついております。はい。えーと、これがですね、エレクター本体です。あ、ちっちゃいですね。結構コンパクトでございます。いいです。 よいしょはいコンパクトで非常にいいんですけどねはいコンパクトなボディとこれがねあの受信機かね受信機ですねでこれリモコンで、ね、受信をすると要はこのあれですよ1チャンネルと123とね123となってますからねこれで押すとここが切り替わるということになってますんでではセットしていきたいと思いますでは,では取り付けていきたいと思います さあ、こちらね。はい、ここです。はい、ここにプレステ3があります。で、これ、プレステ3どっちだったっけなどっちかがプレステ3ですね。で、こっちが、えー、ケーブルテレビの,この、こじゃあ、あれね、本体となってますね。さあ、じゃあ、これをですね、じゃあ、この辺にセットしようかな。この辺にセットしましょう。よいしょ。じゃあ、これ2つを、よいしょ。こっちに持ってきまして、はい。 はい、2つねありますねこれまあこれどっちにどうなるかっていうのはちょっとねやってみましょうそしてえー、じゃあこっちにおそらくねこれがケーブルテレビだと思うんでこっちはテレビはねこっちにしましてはいそしたらえー、テレビこっちですねでこっち2をプレイステーションにしましょうはいということで まあ、ちょっとひそかながらね、なんかここに隠れ、隠れさせておきましょう、ね。さあ、隠れさせて。はい、一応精度できました。そしたらもう一個の、はい、こちら。ね、長いので、これアウト側ですね。差し込みますと、ね。はい、差し込みました。ね。えー、これで完了ですね。ちょっと電源つけてみましょう。はい、以上。 そしたら、プレイステーションね、ちゃんと映るかどうか。こセレクター動くのかなじゃあ、こちょっと電源入れましょう。あつきましたよ。ほら、見てください。これ、赤ランプが。今、1についてるんで、ね、テレビだと思うんですけど、これ2。2にしたい。おおおおお。 映ってる映ってるこれ3ですね3ですほら3三ねで112どっちがどっちなんだろうこれ h d m はほんと一緒の線だなよし1です 1にしましょう。さあ、1にしたら映るからあ !1 がプレイステーションですねああ。見てください。プレイステーション、こっちらですね。1がプレイステーション。で、2がケーブルテレビ。といことね。はい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 、OK ですね。さあちょ、ケーブルテレビはどうかなよいしょ。はい、2につけますと。はい、2にします。で、ケーブルテレビつけます。 映りました,いたおはい1がはい1がプレイステーションはい2がはいケーブルテレビケーブルテレビで,、ね、で3は繋がってません はい、オッケーはい、オッケーはい、オッケーそういうことね。はい、ということで、えー、セットできました。あっちですね。うなんか、ここね、お盆をテレビにしたりとかね、最近してますんで、まあそうやって遊んだりしております。ね。はい、ということで、えー、皆さんこのようにね、えー、非常にセレクターがあると非常に便利だということなので、えー、まあ使っていきたいと思います。皆さんもぜひね、えー HDMI のこう口がね、足りないなと思ったら、えー、セレクターを使って、えー、こうやって切り替えてね、便利に過ごしましょう。ということで、皆さんにプラスワンの情報をくれたと思います。以上、谷プラスワンでした。バイバイ。便利だな。